私は現在母乳に含まれる CCL25 という微量免疫成分が新生児の免疫機関やその機能の発達にどのような役割を果たしているかについて研究を進めています。これまでの研究から母乳中の CCL25 は子どもたちのアレルギー疾患の発症に何らかの関係があるのではないかと考えています。乳児や子どものアレルギー疾患は年々増加していますので、本プロジェクトはその原因究明につながる重要な研究であると思っています。今回のプロジェクトで母乳中の CCL25 やその他の微量免疫成分と乳児のアレルギー疾患発症との関連を明らかにして、乳児や子どもたちのアレルギー疾患の発症の抑制につなげることを目指します。ご支援のほどよろしくお願いいたします。